凸集合、ユークリット空間における物体が凸、凸、であるとは、その物体に含まれる任意の2点に対し、それら2点を結ぶ、線分上の任意の点がまたその物体に含まれる、ことを言う。例えば中身の詰まった、立方体は凸であるが、例えば三日月型のようにくぼみやへこみのあるものは、いずれも凸でない、は、凸集合の境界をなす。凸集合の概念は、 後で述べる通り他の空間へも一般化することができる。は、実数体、あるいはより一般に適当な順序体上のベクトル空間とする。ユークリッド空間はその例である。うちの集合が凸であるとは、任意の、および任意のに対し、点もまたに属することを言う。すなわち、ととを結ぶ、線分上の各点がに属する。これにより、実、または、 複素位相線形空間における、凸集合は、古城連結、従って連結であることが従う。さらに、が、競技凸であるとは、徒とを結ぶ、線分上の各点が単点を除きの内部に含まれる、時に言う。集合が絶対凸とは、それが凸かつ均衡である時に言う。実数全体のなす、集合の凸部分集合とは、単にの区間のことである。 ユークリッド平面の凸部分集合の例には、中身の詰まった正多角形、中身の詰まった三角形、中身の詰まった三角形の交わり、などが挙げられる。三次元ユークリッド空間の凸部分集合の例には、アルキメデスの立体、プラトンの立体などが挙げられる。ケプラー・ポアン・ソタ面体は一つ集合の例である。一つでない集合は一つ集合という、 凸多角形でない多角形は、大多角形とも呼ばれ、文献によってはより一般に一つ集合を表すのに、追集合という語を使用することもあるが、普通は、そのような言い方は避けられる。ひく、次元空間内の凸集合ならば、任意個の引く次元ベクトルと任意の比不数でを満たすものに、大詞が成り立つ。このように書かれるベクトルは、の凸結合と呼ばれる。 ベクトル空間の凸部分集合は以下の性質を持つ。最後の凸集合の合併に関する性質については、合併を取る対象を方眼関係を持つ列に制限することが大切である。二つの凸集合の合併は必ずしも凸集合でない。閉突集合はその極限点をすべて自身に含むような凸集合である。これらは閉、長平面の片側に位置する。 空間内の点の集合たちの交わりとして特徴づけることができる。今述べたことのうち、そのよう交わりにかけるものが突であり、それらが平集合であるということは明らかである。その逆、つまり、任意の突集合が、そのような交わりとして表される交流には、平突集合とその外点が与えられた時、お含みを含まない、平反空間が存在するという形のが必要になる。 この指示長平面定理は、関数解析学におけるハーン・バナフハの定理の特別な場合である。ベクトル空間の部分集合は、最も小さな突集合の突法と呼ぶに含まれる。すなわち、突法は、を含むすべての突集合の交差である。突法作用素は、を特徴づける性質を持つ。突法作用素は、突集合全体のなす。 集合族が束,束を形成するために必要であり、その中で結び演算は、二つの突集合の合併の突法として定義される。突集合の任意の交差は、突集合であり、従って、身、または、複素ベクトル空間の突部分集合全体は、完備束をなす。実線形空間において、二つの空でない集合の、ミンコフスキー和は,は、加えられる。 各集合の元ごとの和の集合として定義される。より一般に空でない部分集合の有限属のミンコフスキー和は同様に元ごとの和をとってで与えられる。ミンコフスキー和に関して、例ベクトルのみからなる集合は特に重要である空でない任意の部分集合に対して、代数の言葉で言えばは空でない集合属上のミンコフスキー和の単位元で、 ミンコフスキーはは、突法を取る操作に関して、以下の命題が示す通りよく振る舞う。である。この結果は、有限個の空でない集合の集まりに対して、より一般的になり立つ。数学的な言い方をすれば、ミンコフスキーはと突法を作る操作は、果敢な操作である。二つのコンパクトな突集合のミンコフスキーはは、コンパクトであり。 コンパクト凸集合と平凸集合の和は平である。ユークリット空間内の凸性の概念は定義の一部を修正、または他のものに取り替えて一般化することができる。一般化された凸性という語は得られる対象が凸集合たちの持つある種の性質を保っていることを示唆して用いられる。おみ、または複素ベクトル空間内の集合とする。が、 正常凸であるとは、の点が存在して、からの任意の点へ結ぶ線分が再びに全く含まれる場合を言う。したがって、空でない凸集合は必ず正常凸であるが、正常凸集合は必ずしも凸でない。一般化凸性の例として、直行凸性がある。ユークリッド空間内の集合が直行凸であるとは、の二点を結ぶ任意の座標軸に平行な任意の、 線分全体がの中に含まれる場合を言う直行突性を持つ集合の交差が直行突であることを証明することは容易である。突集合の持つ他の性質も成立する。任意の二点を結ぶ直線の代わりに側地線を含む集合としてを定義することにより、突集合や突法の概念を非ユークリッド幾化学に対するものへ自然に拡張することができる。 を持つ空間に対しても、その空間の全順序を用いて、突性の概念を定義することができる。突性の持つ特定の性質を氷として、他の対象へ、突性を一般化することができる。与えられた集合に対し、上の突型とはの部分集合族であって、以下の氷系を満足するものを言う。突型のもとを突集合と呼び、対を突型空間と呼ぶ。 通常の意味の突性に対して全二つの行為が成立する三つ目は自明である。このように抽象的な突性のよりに適した別定義は抽象的突起化に関連する突起化学を参照せよ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。